ばんは。お疲れ様です。講演ありがとうございました。七並べしてました。お疲れ様。今日は巻き下ろしにした。無難に。今日ニャーポッポってコメントあるな。なんでどうした、急にいる、みなみとりみこどっかに。くちゃん中心に見たと、ありがとうございます。ヘアケアジェラピケ、それはもうもちろん。家で一人でいるときもこういう格好をしてますよ。現地でめっちゃ来ました。イエーイ。今日行けなかった、あれ残念だ。配信で応援しました。ありがとう。下はジャージ。なぜわかった。お鍋の中からぼわっと。神様だからついにしようかな。アリンコ産んでくれてありがとうございました。いえいえ、アリモも独り占め羨ましい限りです。マジで今日の公演はもう最高も最高って感じでした。ほんまに最高だった。たまらん、たまらん最高だったよ。今日の公演はマジですごかった。今日の公演の守護者は異常でしたよ。もう有桃公演やってほしい。ありちゃんとももちゃんが一緒の公演に出るなんてどういうプレゼントって感じ。二人ともにさ、でももうね、リハーサルの涙の表面張力を見て私はもうちょっと泣いた。かわいすぎて、てかもうアリちゃんが立派すぎて。でも私よりはるかに大人だもんな、アリちゃん実は。でももちゃんの隣でバナナを見てもう死んだ。夢に本人になれた、おめでとう。矢の方がめっちゃおもろかった、なんか。あれペアが矢のっていうのがいいよね、なんか有桃で狼とプライドやってほしい。ちょっと狼のプライドは私が有桃にやらせるんで、それまでちょっとやらないでください。スティーメンバーすいませんが、私が有桃にやらせるんで、狼とプライドはちょっと
それまでやんないでください。誰もお願いします。あなたが地面たい、よし、部屋着っぽくなったね。ツインにするとさらにいい感じ。福田あかりプロデュース桃福桃桃有桃公園大人って何、大人ってなんだろう公園。あー、妄想がはかどるわ。ちょっと待って、ね、これさ、七並べさ、そのボーナスタイムとかゴールデンベッドタイムとか関係あんの？いい感じ？これジェラピケメンズあるの？どうなんだろう。今日涙袋メイク成功してる。今日アイメイクめっちゃ頑張ってる。見て、今日めっちゃ涙袋成功してない？まつげも頑張ってあげたし。今日美人だった。今日もだろ。じゃあしますね。じゃあ、関係あるんだ。有桃公園実現させたいし、した暁には初日だけでいいから最前ドセンター私が座っていい？そこだけいい？それを条件に私動くわ、全力で。はあ、15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。目が合った時綺麗すぎて目が離せなかった。嬉しい嬉しい。はあ、昼寝に福ちゃん出てきた。いける、昼寝かい。お願いします。ハート、初めてのハートマークをつけたな。疲れんかん。いやーマジ私得の公演だったわ。もうアリさんも大人になっちゃってね。17歳って、私まだ STU 入ってないし、17歳。入ってないし、新日程受付待ち遠しい。いつからだっけ新日程。割とすぐ始まるよね。赤リンゴ、はい、赤リンゴです。10月4日からか。新日って受験みたい。確かに。受験する人頑張ってほしいね。それな、ってか受験行きたい。私もなんか、私も受験やりたいんだけど、勉強なんか割と基礎知識はある自信がある。その別に頭良くないけど、受験勉強してきたから基礎知識が入りやすい自信はある。でも受験して受かったとかで、でもどうしようもないな。住んでるの広島だしな。通信教育とかあんのかな今。15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
2、1。いや楽しかった今日も。でもやっぱ1公演ぐらいがちょうどいいわ。しんどさが違う。家に帰って生きていられるって感じ。2公演の方が、まあ、1日にいろんなファンの人に公演見てもらえるから、まあ、それはいいんだけど、やっぱしんどいから体力なさすぎて。娘大学受験、なんかおやつとか買ってあげな。で今日は2期生が2人入ったんですよ。愛子ちとももちゃんが初日で覚えてくれて、そうもう愛子ちが緊張しまくっててめっちゃおもろかった。でもそりゃそうだよね。なんかさ、普通の公演の初日はさ、まあ、周りもできない中でだから、自分もみんなでやばいやばいってなってるからさ、まださ気が紛れるんだけど、自分が突然さ公演にピョンって入るってさ、周りのその先輩はさ、みんなさ経験があるし、なんかやってるからいつものことやってるけど、自分はめっちゃ初めてだし、自分はめっちゃなんかもうあわわわってなってるわけじゃないですか。その環境はめっちゃしんどいだろうなって思った。そう、しかもユミリンポジだったから、普通に前、一番前とかが多いから、前の人をカンニングできないっていうね。そう、きついと思うわ。なんか私一番前とかでさ、たまにさ、そのポジションで一瞬一番前に行ったりするじゃないですか、立ち位置移動とかで。そういう時でもさ、日和るのにさ、ほんとすごい、フロントで踊ってる人。15、14、13、14、15、16、17、6、5、4、3、2、1、0。みけちゃんお疲れ、10個ありがとう。疲れ。福ちゃん僕隊覚えた？覚えてない。僕隊はだって逆にさ、あれじゃない、みんな出たいのに出れないでしょ、人多いから。2期生が逆なんだよね。1期生はさ、もうみんなで出ても足りないけど、そう、まあ、ポジションカバーがちょっとあるから。だし、みんなか今日もみちもレギュラーのお仕事があったりして、そのもうレギュラーとかがあると抜けれないじゃないですか。だから本当に全然足りてないんですけど、2期生は多分みんな出たいけど人が多いから、その毎回自分が出るわけじゃないからって感じだと思うの。だからちょっとねバランス取りたいですね。いやでも、もう愛子ちが本当に余裕なかったから、なんか疲れ様でした、お疲れ。そう、なんかなるべくもうさ、もしもう今日はそんな余裕ないですみたいなMC 振っていいみたいな時も、今日はやめとこっかみたいな感じなんだよね。そう、でももうそうなる、しょうがない。だけどちゃんと自己紹介の後、喋ってくれて、そう、あいくじ今日どうって言っちゃって、やばい、これ振って大丈夫だったかなって思ったけど、ちゃんと喋ってくれて安心した。すごいよね そういうところじゃない。まひちゃんも今日久々だから焦ってて、まひちゃん MC のここ言っていいって言ったら、今日は無理かもめっちゃ可愛いよね。そう、でもまあね、パフォーマンスするだけでいっぱいいっぱいだから、久々の時とか初日とかって、その分ね助けようと思ってみんなでいろいろ協力して、で
そう、私もなるべくその踊り教えたて踊り教えたりとかはできないけど、なんかなるべくね目が合った時にニコってするのって大事じゃないですか。そういうところ頑張りました。私は結構メンバーのアイコンタクトで心を落ち着けて、ファンの人の笑顔で心を落ち着けるって感じだから、なんかちょっと自分で助けれるとこは助けようと思ってみんなで作り上げた。しかも今日14人だったから、マイハとミユミユが出なくなっちゃって、いつもとちょっとなんか MC の言う人とかなんか立ち位置の構成とかも違ったから、結構みんな焦ってたね今日は。けど楽しかったです。アリちゃんも素敵な17歳になりそうでよかったです。アリンコ可愛かった、うん、大好き。15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0、うん、こんばんは、可愛いです、ありがとうございます。よいしょー、ありがとう。アイコジがキリギリスのユミリンポジってことは、マイハがシンポジだったのかな。え、どうなんだろう、確かに確かに。いや、シンポジじゃないね、一回やってた気がする、昔。あ、やってた、一回やってたとこだ、うん、やってたとこだったよ。だからシンポジではなかったかな、わかんない。バーストした、悲しい。うん、楽しかったです。もうこれから公演はほぼほぼずっと生誕祭、テロップつけよう。え、めっちゃまさげ頑張ってる、見て、マスカラ今日3度塗りしたから、まつげめっちゃ短いの。あのね、上のまつげはさビューラーで上げれるんだけど、下のまつげってビューラーで全然下げれないから。でもさ、下まつげがねこうやってあるだけでさ、ちょっと一瞬目がこんだけ大きく見えるわけだから、下まつげ下げたいなと思って、下まつげのパーマがあるんですけど、下まつげパーマをしたいなと思ってサロンに行ったんですけど、ちょっと前にお姉さんに下まつげなさすぎて、なんかすいません、ちょっとこれかけても、かけることができるかもしれない、かけてもなんかわからないっていうか、うん、下がらない可能性がありますねなんて断られたやることはできるけど意味ない可能性があるみたいな。だから私のがもう巻きつけれない、なんかバツバって、このなんかこう櫛みたいなやつにまつげをこうやってかぶせて固定させるんですけど、でなんか髪の毛のパーマみたいに液つけてみたいにやるんですけど、私のまつげが貧乏すぎてそれができないらしくて、お姉さんにすげえ気使わせちゃった。下まつげあったらもうちょっとなんか目に顔に説得力出るのになと思う。ビューラーで下げようにも下げれないんですよね、なさすぎて。さあ今日は招き猫の日、来る29日、あ、そう、服来る服、なるほどね。15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。お姉さんのおのれまいて、その知らないでしょ本人よ。朝からもうあいつスーパーアイドルだよ。言い訳をしてる未来に目のな、信じられなくなったらおしまいだ、そうだろう。トイテールかわいい、ありがとう。サス服、食を求めてんのずっと食べてばっかじゃないし、別に食べない配信だって月に1回ぐらいはするし、食べるけど。ミラボって送るってことは食べろってこと？アリフク可愛かった、ありがとう。可愛いで評判のアリフクです。今日ね STM フェスティバルでね、フリーのところでね、ここの両サイドにねアリちゃんとモモちゃんがいてね、もうアンガゲゴンゲゴンガガンゲンガーってなりました。両手に皮、あれは最高の時間だったな。はべらせた。疲れんか。どっちが本命っすか。どっちもタイプが違うんだよね。10、14、13、12、11、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。矢野が笑ってた、マジ。どっちも大好き。え、もう今日おきちゃんにそれでなんか、あかりんさんってロリコンじゃないですかって言われて、うんって言って、じゃあ私のことは可愛いと思わないんですかって言ったら、うんって言ったら、言ってた。嘘嘘、かわいいよ。アリちゃんが意外と大人っていうのを分かってくれたのがアリンコ族としては嬉しかった。分かってるよ、アリちゃんは年より精神年齢はるかに高いから。私はちゃんとアリちゃんをね、赤ちゃんとして見てるけど、ちゃんとメンバーとして尊敬してるから、とっても本当に大人だなって思うよ。ちゃんとしてるし、努力家だし、みんなに笑顔を届けるし、スーパーアイドルだなって思いますよ。
よかったな。なんか今日来てたファンの人全員に、なんか今日来てるファンの人ってアリちゃんのこと好きな人じゃないですか、どう考えても。生誕祭に申し込むぐらいだから、なんかもうみんなに、なんかアリちゃん可愛いよね、うん、そうだよねって言って、全員となんか語りたかった、一人一人と。失礼してます。めっちゃツイン可愛い、ありがとうございます。15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1。疲れんこん。あー、でもなんか私も生誕祭したくなってきたな。私そろそろ生まれたいなかったっけ。私ま全然生まれてない、まだ。そろそろ生まれてた。生誕祭したいんですけど。てか16人公演の生誕祭が羨ましすぎて、ちょっと16人公演の生誕祭2年以上やってないから、今度16人公演の時がいいな。魔法陣毎日が誰かのバースデーってやつ、4月1日にやってた、やってたか、やってたか、生誕祭。そうだったか。今日ちょうど真裏です。あ、そうなの。誰が決めるのか知らないけど、次は16人公演でお願いします。あと、あの生誕の日がいいとか生誕の近くがいいとか全くこだわらないんで、余裕持ってやってください。誰が決めるのか知らないけど、別にもう生誕の日じゃ、誕生日統一なくて全然いい、全然2ヶ月後とかでいいんですよね。なので、いやー楽しかったな生誕祭。私もちょっと生誕祭したくなってきた、本当。勝手にしようかな。船で生誕できた。船で2回も生誕したよ、地味に。でも1回もキャンキャンやったけんね。これ3位だ。あ、譲ってくれた2位よ。ありがとう。2月の誕生日の翌日さんの生誕必要となりました。あ、そうなんだ。そうなんだ。15 14 13 12 11 10 9 8 4 5 4 3 2 1 0。次も4月1日だったらどうしよう。それな、4月1日だけは絶対にダメだよね。そんな新年度1日目はダメだよ。ニャンスケって言ったらバレた。4月1日だけは1年で最も生誕祭をしちゃダメなの。年末年始よりダメだから。今から休み取る、全力やん。いやー、しかしアリちゃんは尊いな。休み取るの大変だった。だよね、みんないい大人だもんね。いい大人は4月1日休めないよね。なんかなかなか。他になんかめっちゃ休みにくい日とかあんのかな。まあ、平日はまあそうとして、4月1日はなんか1年で最も休みにくい日じゃないですか。あ、アリちゃんにいいねされた、イエーイ。他はでも年末年始とかだったら意外といけたりするよね。別に年末年始だからと言ってだよね。すがに申し込めなかった。ついてはにやお、ありがとうだお。10月1日も、え、なんでなんで、
それはなんで？私わかんない。それ11月1日はなんで？10月1日はなんでなん？あー、連休明けとか。あ、やばい、積んだ。あ、下半期の初日、なるほど。なるほどな。15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。膝ね、そう、なんか後残っちゃってる。え、10時じゃん、もうボーナスタイムになってた。キルバト始まってるし、並行してやるか。対戦ありがとう。妻の誕生日なので。わあ、最高じゃん。妻の誕生日ちゃんと大事にする人いいよね。家族って大事だよね。なんか、うん、大事。家族は大事。確かに毎月26日にやればいいのか。それは一理ありますな。今 LINE 来て、明日の集合が1時間遅くなった。やったー、やばい。もうパスできないんだけど。もう待って、もうパスできないよ。私頼むよ。よしよしよし、一回とりあえず助かったけど、ちょっともうパスできないから頼むよ。あーあー、終わった。さようなら。泣いちゃった。やったー、集合時間、遅くなって嬉しい。マジで嬉しい。最高。朝の1時間は偉大よ。朝の1時間って本当にでかいですよね。夜の1時間じゃ、朝の1時間じゃ、もう価値が違う気がする。1時間遅く起きよう。レッツ遅起き。朝は1時間どころか5分でも大切な気がする。ティフのレッスンですか？ティフのレッスンもやってるよ、結構。そう、結構メンバー的にはさ、新メンバーって感じじゃん。この新しい16人って感じだから、結構ね、いろいろ頑張り中、みんなで。短パンですか？そうです。イエーイ。あ、勝った。ギルバトもう終わった。早、並べてるって知らなくて当たりました。運命的な対戦ですね。明日4時起き？もう寝なさい。見えてるお腹かと思った。お腹だよ、これは。お腹だから。私クラスになるともうお腹が2個あるんです。
間ずっとこのくるくるしてるローディングみたいな、なんでやねん。あ、そうだ、症状を写真撮ろうと思った。症状どこやったっけ、あのさ海の国交省のさあれでもらったやつ。あれをツイートするタイミング逃してたから、今日さ国交省のツイートがさツイートしてくれたからいいタイミングだと思ったんだけど、どこ置いたっけ症状。私どこ置いてそう、国交省のやつ。謎遺伝子、謎遺伝子、謎遺伝子ないんだけど。チューリップの恋模様、チュースでまっすぐこの先になる。どこ置いたっけな、あったちょっとツイッターにメールに載せたけどさ、ツイッターに載せてなかったから、これを。サイズがでかい、3対4ぐらいでいい。オッケー、クラコン、その世界危ない、イエーイ。クラコン出たい、あまり分かってないけどクラコンのこと。国土福田あかり、C2C プロジェクトのインスタグラムでは中国地方の船のある風景フォトコンテスト受賞作品をご紹介中です。信じられんぐらいかむっていう、ご紹介中です。本日ご紹介するのは C2C プロジェクトアンバサダー STU メンバー福田あかりさん作品、ぜひインスタもチェックしてくださいだとよ。だとよ、何だとよ、そんなに刺さる、だとよ刺さる。ちょっと写真明るくするか。保存。彼女とは本当に何もなかったと否定しても、なんて書けばいい？ C2 あ、そこや。これおもろい。C2C プロジェクトの表彰式の
授賞式してもらってない、なんかもう、ね、タイミングを逃したんよね。これをぼかしましょう。中国地方 STU48 が中国地方の船のある風景フォトコンテスト、すごくない？フォトコンテスト入賞って、写真とかめっちゃ全然わかんないけど、なんかノリで応募したら入賞した。だって336点の応募から選ばれたんだよ、すごくない？すごいよね。つきましてはプレゼンテーターとして STU48 の今村美月さんと海子さんをお招きして、令和3年海の日海事関係功労者表彰式式な早口言葉海の日海事関係功労者表彰式典海事関係者功労者賞海事関係功労者表彰式典の中で下記の通り最優秀賞作品と受賞者への表彰式を開催いたしますので、ぜひご参加ください。C2C すごいなあ。 C2C ちょっとごめん、ちょっとツイートする。 C2C ってむずっ。 新春シャンシャン賞、新春シャンシャン賞ね、シャンシャン賞ってさ、この世で見たことある？シャンシャン賞ってっていう言葉、早口言葉でしか聞かないんだけど、
昔はあったの。ね、なんと表彰式典のゲストがミチとココアだったのをわらで通じる？この面白さ。通じる？お腹すいた。なんか生誕さんの日お弁当、下校、お弁当がなんかおしゃれなんだよね。まあいっか。中国地方の船のある風景フォトコンテスト。スマートフォン船から見た風景部門で優秀賞をいただきました。これなんと表彰式典のゲストがミチとココアだったの。ビビった。 C2G プロジェクトアンバサダーとしてこれからも海の素晴らしさを伝えていきたいと思います。どうよ。いい。魚の絵文字つけとこう。泡。みんな優しい。みんな優しい。みんなよく性格いいって言われない？えい、ツイートしたった。言われない？じゃあ私が言うね。ツイート来た？いいねリツイートした。ありがとう、嬉しい。
1個目ゲット YouTube のでよく見るやつだ。お腹すいた。今日は何食べる？何がいい？今日は何がいい？かわいい。うどんは昨日食べたから誰がいいんでしたか。わかる？わかるわかる。みんな表示されるようにしてるから。餃子、タンパク質。タンパク質？まさかの栄養素で。もやし、納豆、納豆ないよ、もやしもない。好きだね。うどん。うまかっちゃうんかな、やっぱ。今日は真面目だなって。どういうこと？今日肉の日なの？あ、そうなんだ。そっか、29だからか。ベータカロチン、何で栄養素で言ってくの。ラーメンあり。うまかっちゃんに今のとこ、私の中での 今のとこ、このあと何もいい意見が、いい意見採用できる意見が出てこなかったら、あのうまかっちゃんに紅生姜を乗せたものになりますけど。それ採用？お肉大好きマンっていう馬がいるの？やば。うまかっちゃんしか勝たんよな。あ、卵ある。え、うまかっちゃんに卵いいじゃん。え、卵ってさ、生卵以外のさ、ラーメンの入れ方ある？でもね、ゆで卵はあんまり好きじゃないですよ、私。どうしたらいい？あかし、あかし、あかし、あかし。味玉って自分で作れるの？東京うまかっちゃ言ってないの？嘘。半熟。あ、ね、ティファールでお湯沸かすときに卵入れといたらお湯沸くかな、ティファールの中で。ティファールの中で半熟卵になるかな、いい感じに。どう思う？ポーチドエッグってなんだろう。お、ポーチドエッグがいい。え、これがいい。いた。え、ポーチドエッグがいい。どうするん？ポーチドエッグ。卵水吸う？え、こんだけ？小鍋に7割程度の水、酢を入れて熱し、沸騰したらお湯をかき混ぜ水の流れを作る。流れの中心に卵を静かに入れ、中火にして一煮立ちしたら火を止め、蓋をして3分蒸らす。え、待って、どういうこと？お湯にも、お湯に入れるだけ？え、お湯の中で、お湯の上で割るってこと？卵を。どういうこと？お酢ない。お酢なんてないよ。塩じゃダメ？
お湯だけでもいい？ポーチドエッグってちょっと YouTube 見よう。なくてもできるって。お酢を入れてるとタンパク質を固める効果がある。うわー、なるほど、すごー、すごい、これ最初に考えた人やば。で、絶対失敗する、これは難しそう。やめとこう。50秒でできるポーチドエッグっていう動画を見てる今。で、電子レンジでポーチドエッグ作ってるよ。わあ、できてる、すごー。そうしよう。ちょっと電子レンジで作ってみる。あの爪楊枝で穴開けてた君に。ポーチドエッグチャレンジ。興奮してきたぞ。すぐ興奮するんだから。ポーチドエッグだ。抱っこ抱っこ。写真集だ。開けてなかった。何のやつ？ショールームのやつかな。もう佐川急便から届くの恥ずかしいんだけど、覚えられてて、いつもありがとうございますって言われてめっちゃ恥ずかしかった。あれ？通常版？あ、ショールームのやつだ。まずお湯を沸かします。で、卵、これあ、その間にうまかっちゃんを作ろう。
があります。あ、卵2個しかない、失敗できないよ。ポーチドエッグっていう単語を今日初めて知ったわ。世の中って知らないこといっぱいあるな。だってポーチドエッグなんて人生で何回も食べてきてるのに、これがポーチドエッグだって知らなかったんだもん。笑っちゃうよね。髪型髪。はい、じゃあまず卵を割ってここに入れました。お湯を軽く入れます。なんで黄身は爆発するんだろう。で、あ、爪楊枝用意しなかった。まあいいや、フォークでいっか。黄身に入れます。穴を開けます。軽くね。で、これを50秒茹でます。チンします。爆発しませんように。ポーチドエッグってパスタとかに乗ってるよね。だってびしゃびしゃ。あ、でもポーチドエッグっぽくなってる。まあこれでいいよ。あー、もう最悪。めんどくさい。どうやって掃除すればいいんだよ。国交省からリップ来たんだけど。やばいな。私も総裁になれるかもしれない。私もいつかは総裁に、猫党、猫党総裁に、猫党総選挙。ポーチドエッグのダメな作り方をしちゃったのよ。福田総理だ。あー、もううまくいかない日は何やってもうまくいかない。見て、割り箸が。あー、泣きそう。福田君。
岸田に話すけど、岸田さんに言っといてくれるの嬉しい。アイドルか、アイドルだよ。岸田さん広島なの？え、そうなんだ、知らなかった。マジ？もう一回船買ってくださいすごい。すごいなぁ、カープファンなの？すごい、そうなんだ。そっか、東京でなんか総理大臣みたいなことやってる人もどっかから来てるんだもんな。疲れんかも。主語らしいその情報は何？オッケー、マカちゃん茹でました。マカちゃん茹でました。入れます。焼き豚ラーメンめっちゃ好きよ。やっぱ親が九州の人やけんさ、九州のその食べ物がさ出てくるのが多かったけさ、家でそのよあ、それはあるよね。うわ、これ電子レンジどうすればいいんだ。めっちゃうわすごいことに。卵こんな感じです。しかも最初にさ爆発した時にさ取ればよかったんだよね。なんかいいやと思ってそのままにしちゃったから。うわー、でもポーチドエッグっぽさもある。ちょっと見てほしい、ポーチドエッグっぽさある、ひっくり返したらね。紅生姜、レンジ変えたい。これレンジ機能しかないからさ、オーブントースターがついてるレンジにしたいんだよね。よし、まあ、ちょっととりあえず食べます。自分やだ。また掃除するためにこっちに戻ってくるのがめんどいな。まあいっか、つべこば言わずにちゃんと座って食べますよ。アイドルごっこ、アイドルごっこ。本当は立って食べたいけど
ちゃんと座って食べる様子を見せる。いえ、よいしょ。あ、やばい、症状の上に置いちゃった。やばいやばい、表彰されたのにせっかく。いただきます。うん、おいしい。紅しょうがうまっ。さあ、ポーチドエッグはいかに。うん、全然ダメじゃん。ゆで卵だ完全に。キティちゃんの花。あ、なんか茹で上がる前の卵ってぐらいの硬さになりました。ちょっと今度スー買ってこよう。半熟？いや、完熟。お上品でしょ？卵に罪はないんだよね。明日7時半からイモーステレビで私出るの？何のやつだろう。アンケートね、見てね、7時半からイモース。福田推しでよかったってなると思う。俺たちは間違ってなかったってなると思う。私モテるかもしれないって思ったから、あれを放送見て、放送収録してて、私ってもしかしてモテるかもって思った。だから見て、ぜひ2週にわたってるのかな、両方見て。
と人って先入観で物事見てんだなっていうのがすごいわかるイモースです。うん、うまごちそうさま。確かに明日めっちゃテレビ出る。妹と MX 東京、東京今シーズン再放送含めて毎週出てる。それな、今シーズン、え、多分しかも今回の企画が終わった後も出るよ。今シーズン私イモスさんにめっちゃ出てる。ちょっとスリッパ持ってきます。美味しそうに見えん。うっそ、美味しそうに食べるって評判なんだけどな。そんなにも金の場を過ぎる。片付ける。S T U 何でもありな。なんでもありの STU です。
あっかり、うん、あなたは今日で福ちゃん推しほらえーっていう猫マリオン、あなたは今日で福ちゃん推しほらえーっていう福だしか STQ48 四国 STQ48 瀬戸内、私のことを好きになって押してくれたら Yes 嬉しいです。あー、もう一回いくぞ。あなたも今日で福ちゃん推しほら ST リンゴリンゴ、あなたは今日で福ちゃん推しほら ST タク、なんだっけタク、なんだっけ、にゃんすけ、あなたは今日で福ちゃん推しほら ST ゴーローミー、あなたは今日で福ちゃん推しほらえーし、ウミガメ一生懸命夢を追いかけています、成長してる福田を、え STU 福田福福福見に来てください、どんなに売れてもここで歌っています、結局誰もみんな服を着ですよねですよね、はーい、トゥ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 ン、テレレ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 レじゃーん、愛情最強、愛情最強、タタ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 タ、福ちゃん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 、やっわっしょーい、福ちゃん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 、わっしょーい、全部福ちゃん。DJ 福ちゃん降臨。DJ 福ちゃんさ、いまだに届くんだよね手紙。なんか回収しなきゃって思ってる。だから。みんな悩みがいっぱいあると見てる。半年に1回ぐらいやろうかな。でもあれ結構大変だよね、みんなの手紙送んなきゃいけないし。でもさ、ツイッターのリプとかでしないことで、なんかツイッターのリプとかでやるってさ、気軽に送れちゃうじゃん、悪い意味で。だから私は手紙を書いてでも伝えたいと思ってくれたことってもう間違いなくみんなのガチの思いだと思ってるから、ちょっとね、だからハガキっていうか手紙にこだわってたんだよね。いいよね。いやもちろん気軽にね、ツイッターでペッて書けるのもいいと思うんだけど、あえてアナログな方法にすることで本気で伝えたい人が、
だから他人に見られたくない。まあどうせ私がショールームで読んだら一緒ですけど。匿名にできるけど。だからまたやろうかな、いつか。なんか1日でねいっぱいやると結構しんどいから、まあ、2時間ずつぐらいをいっぱいやってもいいし。まあまあすごい、まあ、確かにラジオで2時間って長いか。もう感覚がおかしくなってる。なんか2時間ぐらいをベースに考えてるから、いつも配信とか。確かに箱に入れといて1日何個か読む、ありやな。毎ショールームの締めに1日1つ読むとかね、毎日。思春期希望でしたっけ。めっちゃ希望、恋愛相談大希望。卵どうやって掃除しよう。卵ちゃんと掃除したらジュース飲もう。それをご褒美に頑張ろう。雑巾あったかな。ウェッティで拭く、ウェッティでことさるん。ウェッティのが捨てる。あ、回転テーブル洗おう。うわー、なんかわ、洗おう。あ、キッチンペーパー、確かにキッチンペーパーはもう使い切る気持ちでいくか。でも電子レンジの中ってそんなさ、汚れた時しか、汚れた時にちょっと拭くぐらいしかしないからさ、普段こうやってガッツリ掃除できてラッキーかも。ポジティブ、ポジティブ。サランラップのたたりあるな。しかもうちの電子レンジは、あの、一般家庭より使用頻度が高いと思われるので。
回転テーブルって結構重いね。ガラスなんだこれ。テーブル。あ、よし。ほんでキッチンペーパーでまずちょっとごめん、私こういうの止めどなく使うから大まかに拭く。ガチで掃除してるから。ああ、卵って爆発するって都市伝説かと思ったけど本当にするんだね。知らなかった。なんかさ、自分だけは大丈夫って思うじゃん、なんでも。それだったんだよね。なんか卵爆発するってよく聞くけど、まあまさか自分は爆発しないでしょってちょっと思ってた。けど爆発するんだね。みんな予想してた？こうなることを。予言者？なんか丸洗いしたい。食洗機で。食洗機なかった。電子レンジで卵電子レンジに入れてチンしたら爆発した。嘘みたいだけど本当の話だよ。この女はって思った。水入れると入るんだけど、お湯入れなかった。お湯入れた。お湯じゃダメだったのか。全然、ああ説明書読まない女が。めっちゃ卵ついてる上に。危ないの？電子レンジの窓ガラスを飛び破ってくちゃいする。危ないっていう感覚はなかったな。
まあ、別にちょうど冷蔵庫掃除しよう、冷蔵庫じゃない、ちょうど電子レンジ掃除したいと思ってたし、たまたまだし、ちょうどよかったわ。こうやってできてるんだって仕組みがすげえわかる、電子レンジの。あー、できた。できた。多分できた。ついでに冷蔵庫拭いてあげよう。いつもありがとう、冷蔵庫頑張ってくれて。大変だよね、通る、私が目の前を通るたびにいつも何か取られるもんね。あなた、こいつ食い地張ってなと思ってんだろうな。飲んじゃおう。ピクニック、ピクニック、カフェオレ、カフェオレ、コーヒー味の飴の匂いがする。森永乳業、白い恋人食べたい。
女の子にはスカートひらりひれ返し走りたくなる時がある。何もかも捨てて愛に向かうよ。目と目が合った瞬間凍らる運命だった。涙をいくつ乗り越えればいいの。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたに感謝を。僕の好きな最強ついて似合いすぎてキュンしすぎ。なんで二つに結んだの。男たちは首だけ。今日の君は最強ついてもっともっと好きになる。今世界で一番かわいい人トン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 。フレフレフレねえ頑張って、初めての恋。フレフレフレ僕と腕で叫ぶ。名前さえも知らないあなただけど、いつかは私を連れて行ってって。ウィンブルドン。私が知ってる可愛い曲を頑張ってやめてる。もう思いつかない。あ、君のことが好きだから僕はいつもここにいるよ。人混みに紛れて気づかなくてもいい。月色母ちゃ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 。君と会えたそのことだけで温かい気持ちで1,2,3,4,5はい。アボカド？なんだっけ、サビ。今までとはどこか違うの。胸がキュンキュンするのだよね。だけど私なんかダメ、可愛くないし自信ないし、周りの女の子に負けてる。悔しいよ。ああいちごバナナアポ、甘い香りがする。メロンチェリーオレンジ、ちょっと付き合いたくなる。誇り紛れてる。私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし。いちごバナナアポ、見た目かわいいよね。メロンチェリーオレンジ、もっと付き合いたくな。そこに紛れてる。私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし。トトトトトはい、トトトトトはい、トトトトト。いちごバナナアポ、はい、トトトトトはい、トトトトト。メロンチェリーオレンジ、トゥルトゥルトゥン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 。はぁ、熱っ。終わった。ガチ歯磨きしよう。
洗濯もしていいですか？終わった後に終わった後にそしたら干せるんで。ごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。よし、パーペキです。終わり。お付き合いいただきありがとうございました。生活感丸出しで、ナイトルーティーンでお送りしました。暮らしますか。ついでに頼む。ちゃんと網とかに入れてくれるなら出しといて、網に入れて。 T シャツとかそのシャツとかはいいけど、
襟付きの服とか長袖の服とかフックがついてる服とか、あとレースでできてる服とか、あと下着とかは網に入れて、ちゃんとズボンとかも靴下とかはそのまま入れちゃっていいけど、それをしてくれるんだったらいいよ。洗濯は結構好きです。ズボンも入れるかな、なんか洗濯機の丸い部分にズボンがカーって絡むからで、なんか裂けそうで嫌だなと。色物ね、マスクもネット入れよう。マスクは手洗いしましょう。マスク手洗いした方がいいんじゃない、わかんないけど、めっちゃ色変わんない、すぐピッタとか、ピッタとかすぐ黄色くなっちゃうんだけど、私だけすぐ色落ちする、色褪せる、洗濯機でやると白いピッタとかすぐ黄色くなっちゃう。でもめんどくさくて突っ込んじゃうけどね、ボンって布マスクとか。だからもう最近はめんどくさいから使い捨てばっかり使ってます。でもなんか布マスクとかの方が肌荒れしないって言うけどね。だから新幹線で移動するときとか布マスクの方が好きだけど、なんか落ち着くから布団をここまでかぶってる気持ちになれる。ツインテです。STU マスクは手洗いだね。デニムだし、デニムだっけ、なんかデニムの STU マスクがあるんですけど、あれをつけて一回洗おうと思った時に、あ待ってこれめっちゃ色落ちすんじゃねえと思って、デニムだからガチデニム手洗いしてみたらめっちゃ色落ちて、ちょっと楽しかった。マックスまで色落としたろうと思ってめっちゃずっと洗った。真っ青、洗面所が、洗面所が真っ青、すごかった。はい、こっちが福ちゃんに感謝しておられました。何もしてないよ、口紅つくよねマスクに。そう、楽しくなったね。入浴剤みたいだった、すごかった。膝がかわいい、違うお腹だから、これ確かにオンリーワンの色になる、色落ちしたら。確かに、でも最近のデニムっていうかさ、なんかさ、そのベティスミスだったから多分めっちゃ色落ちしたんだと思うの。なんか安いジーンズ、その3000円とかで買えるジーンズって洗っても全然色落ちないから、多分そもそも染める時の色、染めが違うんだろうね、ガチジーンズとその量販店で買うさ、うん、ユーとかニクロとかで買うジーンズとベティスミスのジーンズはやっぱ色落ち具合が全然違うから、洗った時の染めが違うのかなって思ったりする。でもなんかどっちも使うけどね。
激漏れしてる、嬉しい。今日はね見て、涙袋がめっちゃ成功してるの。まつげもめっちゃ頑張ったけど、でも下まつげがない。でも結局んーゆーのユニクロ、んーゆーのジーンズをめっちゃ履いてる。今日涙袋成功してない？マジ。あげ。うんゆ。イエーイ。あ、洗濯してる音落ち着くわ。洗濯されてる。洗濯ってなんか楽しいよね。でも前、この前ちょ、この1個前の洗濯物をまだ取り込んでないから、取り込まないと干すとこがないから、それはちょっと憂鬱だけど。最近ステージ気になって福ちゃんを押し始めました。可愛くて大好きです。やったー、ありがとう。福ちゃんめちゃくちゃ服持ってるような、そんなことないと思うけどね。服そんなに持ってないよ。僕はこの洗濯機を眺めてる。本当に眺めてる。洗濯機大好き。後輩に服あげてないな。そんな別にあげるような、なんか後世まで引き継いでいくようなお高い服を着てるわけじゃないから。でもお話し会期間とかまた服がどんどんなくなる。ショールームでもめっちゃ適当な服着てるけど、いつもあの本気出したらちゃんとおしゃれな服着れるんだ。私も本気出す日がないだけで、本気出したらちゃんと可愛い服着れるし、しかもなんか傷んでほしくないから、お気に入りの服はなんかあんまり出せない、着ないとかも。逆にどうだろう、わかんない。服、ふーちゃんに服返してもらった。あ、え、ふーに服返してもらってない。あれは秋のワンピースだから今着たいけど返してもらってないわまあいっか。そうじゃん、おふうさん LINE しようかな。もういいや、別に連絡取れる取れる、全然取れるけど。確かに合う口実ができた。それはそう。コロナになって服買わなくなった。え、それはめっちゃある。それな。
確かに貸した方は覚えてる。私もなんか誰かになんか借りたりしてんのかな。からん。信じられないことばかりあるの。もしかしたら、もしかしたらそうなのかしら。特に困ってる。わかる。あいこじが福ちゃんの MC 助かったって言ってた。優しいな。でもなんかさ、その大学とか行くのってさ、めっちゃおしゃれするわけでもないけど、なんか気持ち的にジャージでは行きたくないみたいな。なんかジャージでいいんだけどさ、全然わかんないけど、なんかなんなんだろうな、まあ、何年生かにもよるのかもしれないけどさ、めっちゃおしゃれしていくのもなんか気合い入れてるみたいで嫌だし、でも気抜きすぎてんのも嫌だしみたいな、その中間が服がないよね世の中。しかもその中間の服ってさ、別にときめかないからさ、なんか買おうとも思えないし、だけど買わないとないし、だけどその中間の程よい服ってときめかないから、着ててもテンション上がんないし、なんかあ今日も私無難に過ごせたなって思うだけで、なんか難しいよね。なんか可愛いおしゃれなワンピースとかもさ、着ていきたいけど、でもなんか何が大学来るのにとか、ただパルコ来るだけなのになんかめっちゃ気合入ってるなみたいに思われるのも嫌だし、でもそのなんだろうな、クタクタの T シャツで行くのもなんか違うし、それはそれでなんか違うし、なんか中間の服がないよね、溶け込める。そう、こなれ感って難しい。私のいつも迷ってる、なんかその美容院とか行くとか、そのなんかちょっと行くみたいな、ちょっと事務所に行って帰りにカフェ行って一人ランチして帰ろっかなぐらいの服があんまなくて困ってる、いつも。だからいつもスキニーになんかブラウスぐらいになっちゃうけど、なんかでときめかない時もあるから難しいよね。でもなんかどんな服着ててもね、ヒールある靴履いてネックレスつけて頭になんか帽子とかカチューシャとか小物一個つけとけばそれっぽくなるけどね、私の持論。とりあえずスニーカーをやめるスニーカーをやめる、髪の毛にとか頭周りを手抜くのやめる、アクセサリーを1個つける、すれば大体どんな服でもいける。 T シャツジーパンでもネックレスつけてマーチン履いておしゃれなてかいい感じの帽子かぶればそれっぽいあと顔はすっぴんでもちゃんと髪だけストレートにしとくとかね。髪の毛だよね結局、髪の毛が一番大事、清潔感っていうかちゃんとしてる感だから、顔すっぴんでもマスクしちゃうからさ、もう別にどうでもいいのよ。顔すっぴんでもマスクしてたからすっぴんでいいんだけど、髪の毛だけはちゃんとストレートにしとくとか、髪の毛だけはちょっとね寝癖直しとくとかしとけばそれっぽくは見える気がする分からん、自分がそう思ってるだけで周りはそう思ってないかもしれないけど、ティフ？ティフ何着ていくか。ティフはもう夏フェスの格好でいいと思うけどね、 T シャツに下、まあ、スキニーとかでもいいと思うし、どれぐらい動くかによるけど、今回でも4ステージしかないからそんな動かないかもしれないしね。
真夏だったらさ、もう山登りの格好でいいと思うんだよね。レギンス履いて短パン履いてで T シャツ着て帽子かぶってタオル持ってで日焼け対策してでいいと思うけど、でも真夏ぐらいに暑いのかな。今回のティフって暑いの？やっぱいつも通り。でも STU ねのホットステージ屋内だからそんなガリゴリゴリにしなくていいと思うんだけどな。まず T シャツジーパンでいいと思うけど、ヒールはやめてあげて。でも周りのファンの人の足踏んだらあれだから。台風か。とりあえず屋外ステージ屋内ステージ行く、どっち行くか分かんなかったけど、分かんないけど日焼け止め塗ってタオルは持ってた方がいい。日焼け対策にもなるし汗拭きにもなるし、タオル持ってって。でも STM メインで来るんだったらまあ屋内だからタオルいらないか。でもあったのに越したことはないか。難しいな。とりあえずでも身軽で来た方がいいかもね。でかすぎるリュックじゃなくて、リュックだとしてもちっちゃめで行くとか、まあサコッシュ一つで来れたら一番いいんだけど。でもお水を持ってって絶対、立ちっぱなしとかしんどいから。お水は絶対いる。ペットボトルが入るサイズのカバンで来るべき。あんまでかい荷物だとさ、周りの人の迷惑にもなっちゃうから難しいんだよな。とりあえずでもお水は絶対持ってて、お水と日焼け止めと、あと寒くな、夜とか寒くなるから薄めの羽織とかいるかも。半袖できて、とりあえずでも半袖できた方がいいと思う。半袖できて薄めの羽織を持ってっとく。でタオルかちっちゃめのタオルでもいいけど、首にかけるタオルでもいいけど持っとく。屋外ステージに行く人は帽子を絶対持ってく。そして靴はスニーカー、スニーカー。そしてだから結構人と密着するだろうから、コロナといえどオールスタンディングだと、なんかやっぱ女の子とかだったらね、やっぱその密着とかも気になるだろうから、あんまあれかもね、短いそのスカートとかじゃない方がいいと思う。心配になっちゃう。マジ T シャツジーパンが最強かもね。でもちょっとおしゃれしたい気持ちもあるよな。難しいな。だからまあおしゃれめのズボンとかあるのかな。どうなんだろう。でも多分動きやすいのが一番です。難しい。だからネックレスつけるとかイヤリングつけるとか、その髪の毛巻くとかでおしゃれするといいかも。服装は多分ね、動きやすいのが一番いいと思う。いいよ、男の人も女の人も動きやすい服装で。あ、ポンチョいるかな。雨降るのかな。天気見て雨対策した方がいいかもしれない。使い捨てのレインコートとか持ってるといいかもね。変な格好できない。まあ大丈夫だよ。あ、周り多分全然おしゃれしない人が多い気がする。多分なんでかっていうと、みんなグッズの T シャツとかを着てるからもうおしゃれしていくっていうよりは、もう推しをアピールしていく。ファンの人ってすごいの。なんかね、アイドルフェスとかだとね、自分がね推し目に見つけてもらうためもあるけど、周りに推しを布教するためにすごい推しの T シャツとか着てたりするから、優しいなって思う。とりあえず、うん、とりあえず動きやすい格好で、可愛い格好も自分がテンション上がる格好だから、 T シャツとかもさ、付け襟つけるだけで全然可愛くなるじゃん。そういうアレンジとかいいかもね。足元も短パンレギンス結構おすすめ。私結構フェスとか行くときはユニクロのレギンスと短パンを普通に履いてる。スポーツ用の
で上は T シャツでタオル首に巻いて帽子かぶってって感じかな。でサコッシュかけてみたいな感じかも。うちは持って大丈夫だよ。うちは大丈夫だよ。うちは持ってる人いっぱいいる。ペンライトの人が多いかもしれないけど、うちわの人も全然います。もうでもティフの記憶がない楽しみだ。台風大丈夫かな。みんなのなんかアドバイスある？ティフ参戦のアドバイス。物販とかあるんかな。ないかさすがに。物販楽しかったのにな。あと現金持ってた方がいいかもね。なんか緑3本すごい。みんなうちは持ってた。台風すぎる。携帯ラジオマジ遭難するじゃん。遭難する予定ってこと。本当そんどうだろう。まあでもアウトドアだからねフェスって一応。疲れんこん。まあ楽しむ気持ちが必要。あとあモバイルバッテリーとか結構待ち時間とかあるよ。もうティフただ待ってるだけの時間結構長いからモバイルバッテリーいるかも。でもああいうフェスとかってさ人が密集すぎて全然電波なかったりするよね。モバイルバッテリーは一応いるかもね。まあ、STU だけ見に来るとしても早めに来といた方がいいと思う。 STU が例えば5時からだとして4時半に来ても多分しんどいから、あれ何時間ぐらい前に行ってた方がいいのかな。それだけの目的だとしてもなんか本当に前で見たいなら結構頑張んなきゃいけないかも。みんな熱い気持ち、しかもホットステージだからね、熱いファンの人が多いだろうから多分早めに、めちゃくちゃ早めに来た方がいいと思う。あれまあ別にどの場所から見てもどの場所から見ても楽しいって思ってもらえるライブをするの間違いなくするように頑張るから、どの場所で見てもね。だから安心してほしいけど、あ今回換気で入れ替えるよ。あそうなんだ。え換気とかあるんだ。だってじゃあもう今までと全然違うね。換気で入れ替えがあるのか。じゃあ早朝から来ても意味ないね、あんまり。まあでも何でせよ早めに来ときな。 STU 目的の人も。換気で入れ替えがあるのか。そっか大変だ。台風すぎると寒いの？そうなんだ。まあ何にせよ上着は必要な気がする。上着っていうか、まあ、上着ってことじゃないけどいいな。羽織？薄手の羽織とか必要な気がする。あの駅とか多分めっちゃ混むからこの時間に乗ろうと思ってるやつ乗れない可能性あるから、だからその余裕持って電車とかの予定も組んだ方がいいと思われます。近くだとあのお台場の近くの駅だったら。あとマスクの替えも、マスクの替えが必要だね。
汗かいてここがドロドロになってもうやだってなるじゃん。だからマスクの替えがあると快適に帰れるかもしれない。マスクの替えってこのご時世めっちゃ必要だと思う。雨が降った時のためにもなるし、なんかマスクの替えは持っとったら、まあ物販でなんか売ってるだろうけど、なんどっかしらのマスクのグッズ、まあマスクの替え持ってると快適に過ごせそう。私なんかマスクってご飯食べてる時にさのけてさ置いといたらさ下に落ちちゃったりして、ああ最悪ってなったりするじゃん。だからマスクの替え持ってると何かと便利な気がする。そういうのもあり。あと何がいるかな。何がいるだろう。現金、マスクの替え、ペットボトルのお水、タオル、帽子、なんだろう、その推しグッズとか。ハンカチ、まあ楽しむ気持ちが一番大事です。いいなぁティフ参戦もしたい。参戦もしたい。推しへの愛と推し変しない気持ち、釣られない心、私以外に釣られない心、あと帰ったら足腰に貼るシップ、それは持ってこなくていいけど家にあるといいよ。足腰に絶対シップいるよね。しんどいよ絶対立ちっぱだから。お風呂は掃除してから行くこと。そしたら帰ったらすぐお風呂ためれるよ。夜行バスで来る人は汗かいた服で夜行バス乗りたくないだろうから、替えの T シャツを持ってくるか物販で何かを買う。家で猫飼ってる人は猫の毛をちょっと拝借してなんかポケットとかに入れとくと嬉しい気持ちになる。猫の毛だってなる。疲れた時にでもここにニャースケの毛がある、ここがあるってなるから嬉しいよ。お守り。ついて、毛見るとさ、ついてきたのってなるよね。にゃーん。おすすめです。めっちゃ洗濯機回ってる。53分じゃんすでに。もう
早い。早いな。猫カフェ寄ってかんと。ディティフめっちゃ楽しみなんだけど、やば。超楽しみ。じゃあ皆さん明日は何時にラッシュオールにするか分からんけど、イモーステレビと、イモーステレビ7時半、イモーステレビ7時半からと、あと七並べのやつ、よもよりランドのやつは MX 東京、東京 MX で何時だっけ、25時ですっけ、深夜ぜひ見てください。あ、トップエールも明日発売、トップエールネオ明日発売だそうです。南と滝野と乗せてもろてます。明日いろいろある、イエーイ、楽しみだね。嬉しい悲鳴だ。明日はみんな大忙しですね。だから本屋さん行ってって感じで、それではこんばんは。ランキングを読ませていただきたいと思います。今日は公演があって楽しかったです。公演来てくれた人もありがとう。アリちゃんの生誕だけどね、福田推しの人もね何人かいてね、すごくね嬉しかったよ。配信見てくれた人もありがとうね。おつけうどんま、サンドの飯はうどんで決まり、ほわーん、ありがとう。 R アップ、福ちゃんのことで頭がいっぱいというくらいの恋の病なら何度もかかりたい。もう重症でしょ福ちゃん病のスマイル、ありがとう。よしげき、今日のチュインテールは最強です、かわいい、初期、やったー、嬉しい。金持ち先生、おやすみなさい。おやすみんみんゼミ。青太郎、福田あかり、あ、嬉しい、ありがとう、青太郎。カレーザスコープ、カレー、ありがとう。こちら、キャーも癒されました。ふくふくできる幸せを感じながら生きていけます。いつもありがとう。こちらこそありがとう。かつや、ありがとう。かつや、ぶーちゃん、本日はあゆちゃんご出産おめでとうございます。ありがとうございます。洗濯リンゴが可愛すぎました。ゆっくり休んでね。おやすみ、おやすみ。みけちゃん、ありがとう。たかひろ、高松大臣高博です、ありがとう。というわけで、今日は生活感もりもりでお送りしました。明日も配信するのでよかったらご覧ください。というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってね。アニマ佐藤、福田は瀬戸内、サンドの飯は飲んで決まり、香川県出身の福ちゃんが福田会でした。あ、としちゃん、素敵、10個ありがとう。というわけで、あつかれんこやすみめずみです。バイビー。また明日。
明日もメールするのでよかったらお返事ください。夢でまた二人きりの時間を過ごしちゃいます。楽しかった今日も。おやすみ。ひじ並べもありがとね。とってもみんなのこと頼りにしておるおるのじゃ。ありがとうございました。つかれんこんです。バイバイ。またね。ツインテフクフクでした。膝丸だし。お腹です。これお腹だから。バイバイ。Thank you.